こんにちは、ドラマーの黒田和義です。ドラムの教本で非常に有名なシンコペーションブックというのがあります。このビデオではシンコペーションブックを使いこなすための練習の仕方を紹介します。テッド・リードさんという方の書いたシンコペーションブックはスティックコントロールやオールアメリカンドラマーと並んで非常に有名な教則本です。アメリカのブラスバンドでは学校によっては管楽器の人もやらされる教本らしいです。サックスのマイケル・ブレッカーさんとみんなで食事をした時にオールアメリカンの教本を僕が持っていたら、これ学生の時にやらされたわって言ってみえました。だからみんなリズム感がいいんですね。バークリー音楽大学では僕の師匠の斉藤重さんの師匠でもあるアラン・ドーソンさんがこの教本を使用してメロディーをドラムで演奏する練習方法を提唱してから非常に多くのドラマーに使用されてきた本です。この教本の使い方の考え方が身につけば無限に練習方法が自分で作成できるので、自分に必要な練習方法を作っていけるようになると思います。その使い方の中でも非常に有名なもの、そして僕がおすすめする順番でやっていきたいと思います。ただこの教本は音符の組み合わせにかなり偏りがあるのと、いきなりボキャブラリーが多すぎて難しくて、その割には抜けているボキャブラリーがあるので、全部のボキャブラリーが揃うのは6番までやらなければいけないです。これらの理由でなかなか練習のはかどらない生徒さんが多かったので、私独自の組み合わせのシンコペーションブックベーシックというのを作成しました。シンコペーションブックベーシックではボキャブラリーを8つに絞ってスタートし、ボリューム2、3でボキャブラリーが少しずつ増えていき、ボリューム3では16種類全部のボキャブラリーがバランスよく組み合わさって出てくるように作ってあります。フレーズもメロディーらしくなるようになっています。ボキャブラリーを絞ることによって習得が早くなりますし、音符の組み合わせはほぼ同じ回数で出てくるようにしてありますので、バランスよく練習できると思います。この3枚ができてからシンコペーションブックをやると、スラスラ読める自分に驚かれる方が非常に多いです。ぜひトライしてみてください。タイが苦手な方にも分かりやすいように作成してあります。さて、それでは早速やっていきましょう。今回は3ストロークという手順を使ってこの譜面を読んでいきます。シンコペーションベーシックの譜面の通常の読み方からの発展になります。通常の読み方はリズム譜の読み方というビデオで解説していますので、そちらをご参照ください。別動画のドラムソロのコツ4のビデオでは、ここに書いてある A と B の手順の組み合わせだけでアドリブを紹介しました。今回は表裏両方アクセントにした場合、3連の中を抜いて右左で叩くボキャブラリー C というのが出てきます。そしてアクセントのない部分は A'B' という手順を作りましたが、 A' は A の手順で全部タップストローク、 B' は B の手順で全てタップストローク、全部ノーアクセントになります。 A' と B' は入れ替え可能です。一旦こちらで指定はしてやりますが、前後の流れでやりやすい方を選んで変えてもらって構いません。それでは今の3ストロークの手順を音符に当てはめていきます。音符の発音する場所にアクセントを置いて、3連符をこの手順で埋めていきます。1は A'A' という手順になります。 A' は B' に変えていただいても構いません。2は AA、 3は CA、 4は CC、 これは決定しますので入れ替えはありません。5は AC、 6は CB、 これも変わりません。さて、7は 7' がありますね。音符としては2の音符が書いてありますが、タイがかかっているので前の音符は保留されてつながっています。なのでここに音のアタックがありませんから、7と同じ音符として処理します。これがタイの考え方です。現在のところは全部スネアのアクセントで演奏しますので、7と 7' は全く同じですが、セクションで捉えるときはタイのかかっている前の音符はシンバルなど長い音符で表現します。これはセクションリーディングになると出てくるので、またその時に詳しく解説いたします。0と 0' も同じです。ですので7は A' と A、 ここも B' と A として構いません。0は A'A' として書いてありますが、A'B'B'A'B'
B'B' と4種類組み合わせがありますので、どれを使用しても構いません。一旦はこの記載された手順で覚えるのをおすすめします。では音符を一つずつやっていきましょう。それではこれらを組み合わせてエクササイズを読んでいきたいと思います。スローはテンポ80ぐらい、ミディアムは120ぐらい、ファーストテンポ180ぐらいの3種類のテンポで演奏してみます。テンポ200あたりを目指して頑張って練習してください。今回は以上になります。練習パッドでどこででもできるエクササイズですので、体に覚え込ませてください。私のホームページで PDF がダウンロードできますので活用くださいませ。詳細に URL を貼っておきます。メールマガジンではビリーズバウンスという曲を題材にジャズの練習教材をお送りいたします。無料ですので、よければ登録してみてください。それではありがとうございました。